ここはね、ここ気持ちいいですよね。ハリケーンのこんにちは、ピオハリです。はい、今日のモデルのリコさんです。こんにちは。久しぶりメンテということで、他の動画でですね、相当体ボロボロが出てるんですけど、そんな中5年間悩んだ生理不順だったり無月経はこれはどうですか？なんですよ。これはすごいですね。よかった。ちゃんとやっぱメンテ大事ですね。はい、じゃメンテしてもうそこが崩れたら生理があんまり来なくなっちゃったら、女性ホルモン低下しちゃいますから、よくないですけど、ね、冷え入るかもしれないですよね。やば。大丈夫です。そんなことはないんですけども、まあ女性らしさっていうのはエストロゲンとか女性ホルモンが大事なので、そこを整えていきたいと思います。はい、継続ケアしていきたいと思います。はい。はい、5。生理のリズムはですね、動画でコメントいただきたいんですけども、自律神経がですね乱れていく、背中も体もこわばる。その動きのアフターでちょっと今日は見てみたいと思います。はい、ということで、はい、ちょっといいですか、足を、まあ、おけつなのかどうなのかってちょっとチェックしますね。これです。お痛い痛いですか？おお、どっちもですか？あ、どっちもどっちもですね。これですかね。はい、こんにちは。ちょっと痛いけど。腎、肝、胆で見ましたけど、肝臓です。ということで、骨盤周りの動きを見たいんで、手を合わせてもらって、右左やってみましょうか。はい。はい、反対側ですね。もっと回していただいて大丈夫です。これでロックです。これでロックです。限界。はい、限界の方は11円で生理も改善。ということで、はい。で、ここです。これです。この10円、大小っていうつぼに10円を貼って、その上に1円を貼ります。OK です。はい。では、手を合わせてもらって、はい、動かしてみましょう。はい、さっきですね、だいぶいいですね。はい、だいぶいいんですけど、ひだ。しっかり成立していきたいと思います。それでは、こう生理不順が起きるんですけども、明確な原因が分からないことの方が多いんですよね。婦人科さんでチェックするのは大事です。自律神経の乱れるところがあるんで、そこをまあ整えるということと、血水のバランスですね、エネルギーのバランスを整えることが大事になります。で、もともと僕看護師をしてまして、大学病院とかですね、まあ、勤めてたんですけども、性欲の限界を感じて、それでカバーできるように東洋医学を学びました。鍼灸学校に入ってみるとちょっと結構怪しい、まあ、気血水とかいうわけで、さっき僕言ってましたけどね。でもそれってちょっとなんか微妙だなと思って、ドクターの勉強会に行ってみたら気血水で治してたんですよ。それで結局西洋医学で治んないものを西洋医学の針じゃなくて東洋医学の歯にすれば良くなるんだなと思って、心を入れ替えてですね勉強していったっていうのがもう今から20年近い前ですね。はい、ということで気血水整えます、生理不順ということでね、こう思います。はい、もう何本かですね治療していってるんで、かなり良くなっていいですね。顔色も良くなってますね、オープニングより全然。はい、他にですね全身調整の動画を撮ってるんで、まあ他にもね出るんで見ていただければいいんですけど、でここもだいぶいいです。あ、いいですね。はい、はい、いいです。お腹は他の動画はひどいですけど。ということで、でもここがちょっと若干残ってますか、これね。これです。はい、これはもう胃腸です。胃腸を整えて腸免疫を上げながら全身調整をしていくっていうことが大事になってきますね。はい、ということで、お腎虚の治療をしていきます。ゆっくり。OK です。ベリーグッドです。はい。で、胃腸の調子が悪いんですね。4K でやりながら、そして子宮に効く針をしていきます。はい。はい。スプリング。プリメリアンですね。 OK です。でさらに子宮を活性化する針をしていきます。短いです。ゆうこさん専用子宮活性針、何センチかコメント欄に書いておきます。子宮って言っても子宮の前に膀胱がありますから、膀胱を貫いて子宮に入れるわけじゃなくて経絡を整えるわけですからね。ちょっとね、はい、いきます。あ、これ響きますね。見えてます。はい。あ、これ来ました。うん、結構来ました。はい。流活性化とあと卵巣調整の針をしていきます。おお。はい。そして大事な頭のツボがあります。リプロダクトポイントですね。生殖ポイントです。これしておくと本当に良くなるんですね。はい、うん、はい、OK です。ということで10分お休みいただきます。はい、それでは時間になりましたね。針を取っていきます。こうですね。もうだいぶ良くなってきますね。そうですね。はい。で、あと頭ですね。おお、すげえ。はい、それでは背中が治療していきます。はい、それではですね、生理不順の改善ですけども、無月経だったりとかですね、普段はあまりしないですけども、リコさんの場合は結構すい玉でおけつ取ってあげるとコンスタントに来てますので、すい玉の方をしていって、それから針という形でいきたいと思います。オイル少なめにしましょうか。オイル多めですか、はい、もうないですね、こんな感じ。弱めでいきますね。大丈夫ですね。やっぱオイル多めなんでね、大丈夫です。オイル多めなんで、ちょっと圧は強めでも大丈夫です。いやいや、大丈夫じゃないですよ。気持ちよかった。気持ちよかった。いやいやいや。ああ。これちょっとダメなやつ。ダメなやつです。ちょっと行ってみましょう。ああ、ダメ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 。ダメです。ダメです。ダメ。ダメですか。ほら、圧抜けてきましたね。圧が抜けたらちょうどいいですね。ちょうどいいです。余裕ですね。おお、ダメだ。ダメなやつです。おお、ダメ。おお、わあ。無理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 。無理ですか。いきます。やっ。ここはね、ここ気持ちいいですよね。いやー、いやー、気持ちいいコメントですね、これね。え？気持ちがなかった。気持ちいいですね。あ、でもやっぱりね、日々やってるから良くなってきてますよ。はい。じゃあ、行きます。この周りとかいいですよね。良くない。良くない。よくなかった。よくなかったですか。こちらです。よろしいですか。おお、よろしくね。おお、よろしくね。今回早いのやってなかったです、ね。いやいや、早くなくていいです。おお、だめ。結構ポカポカしてきましたね。暖かくなって。はい、5分ほどお休みいただきます。それでは背中、腰、すい玉を通ってですね、針をしていきます。さらに制御順とですね、骨盤内の臓器を整えたはこれです。上身です。はい、この尻周りに入れていくんですけども、これね、骨盤神経層っていうのを刺激していきます。で、脊髄神経がこうあってですね、そこから枝分かれしていって、陰部神経っていうのは、途中でもいろいろありますけど、陰部神経っていうのは分かれていって、そこから先へ骨盤神経層っていうのが入っていきます。で、この末端を刺激する。だけど末端ね、臓器があるんで刺激できない陰部神経っていうのを刺激します。で、針はですね、交感神経っていう興奮気味になってくると血流が悪くなったりとかして、体が回復するんじゃなくて活性化して起きてる状態をちょっと休んでる状態にするんですね。つまりこう休んでリラックスして回復するっていう状態の副交感神経を優位にしていきます。交感神経を抑えて副交感神経を優位にするという針をしていきますね。これです。はい、ということでこちらに行きます。ちょっと響きますよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？あと15センチほど入ってきてください。嘘ですね。もう十分入ってます。どちらに響かれますか？尻の真ん中です。尻の真ん中です。気持ちいいですか？ああ、響く。これですね。おお、来た。来ました。ああ、やばい。これと響く。ああ、ダメです。いますか？やばいやばいやばい。これです。子宮、起きてください。仙骨ね、ちゃんと刺激した方がいい。身長が18センチぐらいの時から。受けてますね。気づきます。ということで10分ほどお休みいただきます。それでは時間になりましたので針を取っていきます。それでは動きをチェックしてみたいと思います。じゃあ生理のリズムだったりとかっていうのはまた動画でコメントいただいてですね、お腹の動きをちょっとね、体幹の動きを見てみましょう。お腹、手を打っていただいて、右左ですね。お、いいですね。いいですね。はい。はい、生理不順とかですね、婦人科さんに行きながらですね、で合わせながらですね、神経治療すごく良くなったりとかするケースがかなり多いので、一人で悩まずお問い合わせいただければなと思います。うちの院はですね、ここは研修センターですけども、横浜元町と銀座にサロンがありますので、概要欄からお問い合わせいただければなと思います。また会員さんですね、450人ぐらいおりますが、その中でですね、こういった施術ができる先生方もかなりたくさんおりますので、概要欄からお問い合わせからつなぐことができますので、ぜひお問い合わせいただければなと思います。またですね、皆さんにお願いがあるんですけども、このチャンネルですね、9割ぐらいの方がまだチャンネル登録いただいてないので、ぜひチャンネル登録で応援をお願いできたらと思います。はい、ということで、他にも施術動画ですが、セルフケアの動画を配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録、高評価、応援よろしくお願いします。はい、生理不順の、その後経過ですが、今月も無事にちゃんとした周期で生理バッチリきました。先生いつもありがとうございます。また施術よろしくお願いします。これですよ。これなんか喧嘩した後に仲直りしましたみたいな。うちの神さん怒るから748人。まだ使うことない。最近でも子供の業務連絡が24時間ぐらいありました。成長したんだか業務連絡があるからね。はい、これは多分永遠に使える。はい。